アーホルンは、ドイツビュルテンベルク州マインタウバーンに属す、町村。アーホルンは、バウラント東部に位置し、マインタウバーンで最も高い海抜400メートル付近に、ある。ブーフアム・アーホルン地区からエルフ川が湧き出している。隣接する、市町村は、北は、ネッカーオーデンバルト軍のハルトハイム、ケニヒハイム、ラウダケニヒスホーフェン、東は、ボックスベルク、南は、 ラーベンシュタイン、西は、ローゼンベルクで最後の二つはやはり、ネッカー・オーデンバルト軍に属す。アーホルンは、かつて独立した自治体であった、ベロルツハイム、ブーフ、アムアーホルン、オイビヒハイム、ホーエンシュタット、シリングシュタットの各地区からなる。自治体としてのアーホルンは、1971年12月1日に、 旧町村のオイビヒハイムとブーフアムアーホルン、ホーエンシュタットが合併して成立した。シュバルテエンブルンは、それ以前の1936年にはすでにブーフに合併していた。名前の由来は、約2000ヘクタールの広さを持つカエデの森である。1973年には、ナイデルスバッハ集落が、住民投票により合併した。 さらに市町村再編に伴い、1975年1月1日に、アーホルンはベロルズハイムと合併し、同時にシリングュタットもこの新しい枠組みに編入された。1973年以降この町はマインタウバー軍に属している。それ以前はいくつかの地区は廃止された、ブーヒエン軍に属しており、新たに創設されるネッカーオーデンバルト軍に、 編入されることになっていた。しかし、郡庁所在地のモースバッハまで約4 0トルと遠いこと、ネッカー渓谷方面への交通が、カエデの森で分断されていることから、こうした地区は、ラウダ・ケーニヒスホーフェンの一部となることを希望した。しかしこうした働きかけにもかかわらず、結局交通の便の良いタウバー・ビショフスハイムが、新しい郡庁所在地となった。 かつて自治体であった主要な地区は、それぞれ独自の行政組織を有している。1557年にアルブレヒト・ホン・ローゼンベルクによって、ブーフ地区で宗教改革がなされた。ブーフとホーエンシュタットは、現代でもプロテスタントが優勢な地区である。一方、オイビヒハイム、ベロルツハイム、シリングシュタットでは、カトリック教会が有力である。アーホルンは、その北部に、 連邦道 B81 号線の同盟のインターチェンジを有している。また、ベロルツハイム地区にはボックスベルクインターチェンジがある。ベロルツハイムを横切って連邦道 B292 号線が走っている。この連邦道はタウバー・フランケン地方とオーデンバルトとを結んでいる。オイビヒハイムの駅はフランケン鉄道沿線にあり、地域交通を担っている。 アーホルンは1970年代半ばから、オイビヒハイムにある、町立の職業実家学校を併設した、基礎家庭、本家庭学校を運営している。他にもベロルツハイム地区、ブーフ地区、シリングシュタット地区にそれぞれ基礎家庭学校がある。ありがとうございます。